渋谷プラスアルファっていうのが今回テーマなんですね。プラスアルファってなんだろうなって思って自分で考えた答えが、まあ、人とかね、なんかこうパワーとかねエネルギーとかいろいろあるんですけど、まあ、渋谷プラスアルファ、このアルファは渋谷を吹く風でいいんじゃないかなっていう、そんな感じで愛と風のように、ね、まあ風のように愛と